夫でしょうか。途中の分岐点で別れちゃったからね。大丈夫や。とにかく行くで。敵のマイクはこの先に。レイチョ、頼んだよ。決戦というわけか。みんな準備はいい？いつでも OK だよ。ほうほう、なかなかやるじゃないか。未覚醒の状態でここまでたどり着くなんて、ほんと奇跡としか言いようがないね。だけど、これ以上先には進めないよ。この僕を倒さないために、マイクに会うことは決してできない。ならば力ずくで。いや、やめといた方がいいんじゃないかな。今の君たちでは、この僕を倒すことなんて絶対にできないから。なんだと？君たちは選択を誤ったんだ。もしも正しい道を歩んでいたら、歴史は変わっていたかもしれないけれど。どういうこと？さあ、どういうことだろうね。いずれにせよ、教えても意味がないんじゃないかな。だって君たちの歴史は、今ここで終わっちゃうんだからさ。うるせえ。そんなことにはさせないわ。みんなで力を合わせれば、頑張れ組に不可能はない。ほな、みんな行くで。
言葉は絶対だって。おとなしく聞く気になった？僕のルール説明、まず君たちにやってもらうのはノルマゲーム。ノルマゲーム。君たちの手首につけられたバングル、そこにイケてる文章が書かれているでしょ。でもこれ俺の名前じゃないぞ。いいところに気がついたね。それがこのゲームのミソなんだ。みんなのバングルに表示されているのはここにいる誰か、他人のノルマ。一番最初にそれを達成した人にだけご褒美が与えられる。例えば A さんのノルマが最初に達成されたら A さんにだけご褒美が。でも自分自身のノルマはわからないでしょ。だからご褒美をもらうためには自分のノルマが書かれたバングルを誰かに見せてもらわなきゃならない。もしくは無理やり奪い取るって手もあるけど、そのバングルを持っている誰かを殺して。変なテレビ番組。目覚めたら突然こんなところにいて、わけのわからない腕輪をはめられちゃってて。ああ、もう頭がどうにかなっちゃいそうだわ。ヘイジョ、いいから落ち着け。リーダーはこのワイや。ワイの言うことに従っとったらそれでええね。私たちは修学旅行で鎌倉に向かってた。あのバスに乗って、その途中で、あのバス、隕石が落下した時の衝撃。
ワールズエンドランド、去年オープンする予定だったが、以来この遊園地は放棄され、何者かはわからないけど、僕らはドックだとしたら、そいつらには歯向かわない方がいい。おとなしく言うことに従うんだ。マジ、一体どこのどいつが俺たち、もしかして霊長、お前が犯人なんじゃねえのか。もうダメだ、終わりだ。僕らきっとどっかの異常者にさらわれてきたんだよ。これから僕らはそいつの餌食になって、ポチー、こんな時までゲームしてるの？うん、こうしてると雑念が消えて、いろんなことを冷静に判断できるようになる。いつもとはちょっと違うと思わない？霊的な波動、オーラの色がどよーんと濁っちゃってるし、大丈夫かな、みんな。大丈夫？アニラたち、これからどうなっちゃうんだろう。とにかく早くここから出る方法を探さないと。なあみんな、とにかく地上へ。無駄だよ、地上へは出られない。君たちはこの海底遊園地に閉じ込められたんだ。バスの中で見た、あの映画のピエロラロン、ごめんと覚えててくれたみたいで嬉しいよ。そう、僕の名前はピエロピ。突然だけど、これから君たちにはデスゲームをしてもらいます。デスゲーム？命をかけたゲームのこと。ルールは簡単、詳しくはこのルールブックにまとめたから、みんなで読んでもらえる？君たちの手首にはめられた腕は、これをバングルという。バングルにはノルマ、やるべきことが表示されている。ただしこれは自分のノルマではなく他人のノルマ。自分のノルマが表示されたバングルを装着している人物、これをノルマンという。一番最初にノルマを達成した者、一人だけが勝者となる。勝者にはご褒美として魔法の鍵が与えられる。制限時間は1時間。それまでに勝者が現れない場合は全員揃って敗者となる。ノルマゲーム？これもあの映画のやつと同じじゃない？うん、君たちの中には物覚えの悪いバカもいるから、そうして丁寧にルール説明を書いてあげたんだよ。どう？わかりやすいでしょ。魔法の鍵ってのは何なんだ？勝ったやつがもらえるって書いてあるが。鍵穴のついたものなら何でも開けることができる。いわばマスターキーみたいなもんだよ。もちろんそれを使えば地上へと出るための扉も。
初に言った通り、君たちはこの海底遊園地に監禁されてる。その鍵を使わない限り、決して外に出ることはできない。ただし、鍵を使えるのは一度だけ。だから、間違ってトイレの鍵を開けたりしないよう、くれぐれも注意するように。君たちがまず最初にやるべきことは一つ。自分のノルマを知ること。そうしないと、絶対にこのゲームには勝てないからね。つまり、どうにかして、自分のノルマが表示されたバングルを見なきゃいけない。手段は問わない。どんな方法を使うのも自由だ。こっそりとノルマンのバングルを盗み見てもいいし、そいつに取引を持ちかけてもいい。だけど、ノルマンの息の根を止めちゃうこと、じゃないかな。さてと、説明はこれぐらいにして、そろそろ始めるとしようか。っていうか、実はもう始まっちゃってたりするんだけど、ほらね、残り時間のうち3分も使っちゃった。というわけで早速。ちょっと待ってよ、勝手に決めないでくれる？ああそうだ、我々はデスゲームなんてするよ。君たちは必ず、だってこのゲームに負けた。これは自分の身を。レイちゃん、こっ、みんな、レイくん。いいねいいね、ノリノリになってくれたみたいで実に嬉しいよ。それじゃあ、映画を超えるハイパースプラッターなリアルデスゲーム、張り切って行ってみよう！ピエロロロン！ねえ、私のノルマンは、ダジューコのノルマを知って。そんなもの、尋ねたところで無駄だろ。それより、モーちゃんのこと、もしもモーちゃんが、ノルマンのバングルを盗み見てたとしたら。この野郎！みんな、このゲーム、情報精査な、レイチョ。このゲームの、だが、ピエロピは、協力すること自体が禁止とは言ってなかった。俺はお前のことを買ってるんだ。最後の二人になるまで協力して、その後は、お前が勝って、魔法の鍵を手に入れりゃいい。なーに。俺のことなら心配するな。あの、いいから早くこっちに来いよ。協力する証にバングルを見せ合おう。な。
たな、さっき俺は。だがその情報を手にするのはこの俺だけだ。甘いよ。頭の切れるやつだと思ってたから初めに潰しておこうと考えたんだ。所詮この程度だったか。じゃあな。どうした？信頼。ちょ、いや。おい、モーちゃん！お前。じゃあ、あんたの場所ってなん？ねえ、みんな。やっぱりやめない？どうして？私が科学者の娘だっていうのは知ってるわよね。で、論理的に考えてみて気づいたの。こんな風に争うのは得策じゃないって。私たちが疑心暗鬼になるのは互いのノルマがわからないから。だったらいっそのことみんなでバングルを見せ合いっこすればいいじゃない。バングルを見せ合う？たっつんなら。え？私たち、じゃ、ま、大丈夫。うん。決まりね。え？ニョロのバングルに表示されてるの、僕の、制限時間6分前まで自分の、ってことは。これでまずはまったく、ニョロちゃんってば作詞だな。あのガリベンメガネ、タツン君はこのゲームの負けが確定したんだ。負けが確定した？さっきのタツン君の言葉聞いてなかったの？タツンのノルマは制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないだった。でもそれをニョロに見せちゃったから。まあそういうこと、ニョロちゃんはそれを知ってた。じゃあ、他のロボットの中に放り込まれて。もうドロドロのドロドロンかもね。それではめちゃんこ親切な解説は以上ってことで、イエロロロン。ニョロ。は？いつものニョロだってしょうがないじゃない。ニョロ、みんな、俺のバングルにはレイチョの乗る誰かの背中に、みんなの力を借りようと思ってな。背中に？いや、そのかすぐに達成して一ああ、だからここは協力。このゲームにレイチョに背中をタッチされたら、そうしたら我は、そんなの嫌よ絶対。ああ、みんな、観念しろ。逃がすな。せいぜい。
っしゃ、追い詰めたで。ここまでやな。観念しやれ、以上。バニラ、ポチはそっちから来たんだね。うん、この遊園地、外側の通路がドーナツ状になってるみたいで。っていうか、この状況でまだゲームとかしちゃってるの？これをしてると落ち着くんだよ。ところでレイチョ、一つ頼みがあるんだけど、こっちに来てくれない？じゃあお願い。やっぱりどういうこと？なる、レイチョのノルマはつまり鬼？許せない。血のつながった実の兄とはいえ、ううん、実の兄だからこそそんな卑怯な真似をするなんて。でも、もしかしたら兄貴のせいじゃないのか。兄貴も他のみんなと同じでいつもの兄貴じゃないみたいだったから。そういえばみんななんか様子がおかしかったね。もしかしてあのポットの中で何か変なことをされちゃったとか。変なこと？例えば洗脳みたいな。洗脳か。だけど、そりゃもちろんこのデスゲームに積極的に参加させるためにだよ。とにかく救んだとすると、僕らがやるべきことは一つしかない。三人で協力してこのデスゲームに勝つんだ。え？そのためにはまずお互いにバングルを見せ合う必要があって。ちょっと待って、それって正気で言ってる？うん。洗脳されてるわけじゃなくて。僕はまともだよ。いいからバニラ。うん、分かったよ。さっきとツンは、はい、これ兄貴のノルマ、自分以外の全員を脱落させる。それからこれはタッツンのバングル。さっき落ちてたのを拾ったんだ。どうやら脱落した人のバングルは外れる仕組みになってるみたいで。関西のノルマ、制限時間7分前まで血を流さない。バニラがバングルを見せても立つ。だけどまだレイチョのバングルは見せてもらってないし。そんなずるいも何も、うん、ごめんね。どうしてもバニラだから。バニラ、バニラは洗脳されてる感じ。まあ、今やるべきこと。レイチョ、いろいろと調べな。イグジ、やっぱあの鍵。
この…私だから私に協力した方が身のためよ。それとも今度はニョロがタッツンみたいに。わかった、力を貸すわ。さすがニョロ、賢明ね。あ、レイチョ、ポチもいるわ。男子二人に女子二人じゃ分が悪いわね。レイチョに背中をタッチされたらここは逃げた方が。行きます。あの二人手を組ん、鍵穴のないパスナンバーか何か。